この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなく以上のことに同意した者にのみこのゲームに参加する権利がある。確かに受けたまわった。今世界はあるべき姿にあらず、歪みに満ち、もはや破滅は免れない。定めに抗い変革を望む者、それは時にトリックスターとも呼ばれた。何時トリックスターよ、今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。失礼。この先は。地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して、緊急です。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島さえ検事、たった今お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか？そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ検事さん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。手口がわからなかったから。そうね、あんな世界、報告を読んだぐらいじゃ到底納得できない。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ話しなさい、全てをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです、このゲームに打ち勝ち、世界を救って。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まった。どうか思い出して。
本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. このガキ、訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。感じはしてるんですけれども。みたいだな。そうだ、さくらさんってこの時間は店にいるんだった。でもルブランは裏路地だし、他の配送が先かな。この近くの荷物は、乗せたまんま逆走ですからね。これじゃ市民は安心して暮らせませんよ。怖えな。どうなってんのかしら。この前もあったじゃない。ねえ、たっては真珠の養殖に使う貝の名前と。あ、そうか、今日って言ってたな。ごちそうさん、お代置いとくよ。毎度。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む？変な暴走事故続いてるじゃない。
興味ないな。また来るよ。コーヒー一杯で4時間かよ。お前が。桜宗次郎だ。1年間お前を預かることになってる。どんな悪ガキが来るかと思ったらお前がね。聞いてるか、うちの客とお前の親が知り合いで。まあいいか、ついてこい。お前の部屋だ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。何か言いたそうだな。あとは自分で片付けろ。店閉めたら俺は引き上げる。夜は一人になるが、悪さすんなよ。さてと、一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら男が怪我して訴えられただけか。大人相手に余計なことをするからだ。怪我させたのは事実なんだろ。で、前歴がついたお前は晴れて地元の高校を退学処分。裁判所の指導で転校転居を迫られ、要は厄介払いされてここへ来たわけだ。余計なことは言うなよ。これでも客商売だからな。向こう1年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。問題起こせば少年院送りだぞ。明日囚人に行くからな。囚人学園高校、てめえで通う学校だろうがよ、先生方に挨拶参りだ。おめえみたいなのが編入できるとこそうそうねえんだからな。せっかくの日曜だってのによ。ああ、届いたお前の荷物置いといたからな。バタバタしてると思ったら本当に掃除してたのか。ちょっとはマシになったな。まあ自分の部屋なんだし当たり前のことなんだけどな。どうせやることねえだろ。俺も店を閉めて上がるからよ。夜更かしして体調崩しても面倒見ねえからな。取らせやがって。俺に迷惑かけられる身分か。
警察を呼びますよ。もう呼んでよ。警察なんて俺の犬だ。相手にもされないだろう。誰か通報しやがったか。車に乗れ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。おい、何見てんだ。見せ物じゃねえんだよ。伏せろガキ。見ろ、お前がトロイからだ。車に乗れ。ようこそ、私のベルベットルームへ。気づいたようだな、囚人。現実のあなたは今は睡眠中。これは夢としての体験に過ぎません。主の御前だ、姿勢を正せ。ようこそ、お初にお目にかかる。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。私は主を務めているイゴール。覚えてくれたまえ。お前を呼び出したのは他でもない。お前の命にも関わる大切な話をするためだ。しかしこれは驚いた。この部屋のありようはお前自身の心のありよう。よもや牢獄が立ち現れるとは。お前はまさしく運命の囚われ。近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。文字通り全ての終わりのことだ。しかし抗う術がないわけではない。更生するのだ。自由への更生。それがお前が破滅を回避する唯一の道。世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。お前の更生の奇跡拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介が遅れてしまったな。右がカロリーヌ、左がジュスティーヌ、共に監修を務めている。せいぜい無駄にあがくがいい。監視とは元来囚人を守る職務。私たちもまた協力者です。ただしあなたが従順なら。この者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて、夜も更けてきたようだ。時期刻限。ここのことは少しずつ理解してくれればいい。いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間だ。おとなしく眠りに戻るがいい。
ゃんと起きてるみたいだな。んじゃ、転校の挨拶しに行くか。お前の行く学校があるのは都内の青山ってとこだ。ここから電車で行くと結構かかるし、今日は特別に俺の車で連れてってやるよ。ったく、俺の車に男を乗せる座席はねえんだがな。頼むからおとなしくしとけよ。お前がどうなろうと知ったこっちゃねえけどよ、俺に迷惑だけはかけるな。改めて伝えておくが、問題を起こせば即退学処分だ。正直君のような人間を受け入れるか迷ったんだが、地元じゃ隠れていろいろやれたのかもしれないが、うちを追い出されたら行く場所はないぞ。肝に銘じておけ。こちらが担任の川上先生だ。川上貞代です。これ学生証。校則よく読んでおきなさい。少しでも違反したら指導室よ。それから君が問題を起こしても私は一切かばえません。そういう約束ですよね、校長先生。うん、全ては彼の責任だ。でも本当にどうして私が。急な転校でね、空きがあったのが君のクラスしか。説明終わったならもういいですかね。店開けてきてるもんで。さくらさん、注意して見ていてくださいよ。外でトラブル起こさないように。ま、自分がどんな立場かはきつく言って聞かせますよ。明日登校したら職員室に来なさい。完全に厄介者だな、お前。前があるってな、ああいうこと。住む場所が変わったってやったことはなくならないってことか。というか、今度退学になったらうちからも追い出すぞ。しかし学校ってな、今も昔も変わり映えしねえな。帰るぞ。大変ですね。前歴者を押し付けられるなんて。男の先生の方が適任ですよ。なんであんなの編入させたんですかね。さあ、校長のご判断ですから。学園の実績のためってって聞きましたけど。実績なら私のバレー部が十分貢献してると思いますがね。本当ですよ。気をつけてくださいね。もっともあんな生徒何かあったら追い出しますがね。いっそ不登校で来ないでくれたらなんて考えちゃいますよ。まあ教師の言うべきことじゃないですが。では私は練習に戻らないと。大会近いですもんね。周りの期待が大きすぎるってのも考えものですよ。陸上部の分まで頑張らないと。まあそうですね。なんで私のクラスなの。全然すまねえ。明日から電車に乗って行けよ。どうだった学校、やってけそうか。自業自得だけどな。しかし一度退学くらったのに他へ入り直すとはな。どうせ誰も親身に構っちゃくれないのに。学校であの調子じゃこの先俺もなんか言われちまうかもしれねえな。めんどくせえの預かっちまったぜ。
頼まれてなんとなく承諾しちまったんだよな。金だってもらっちまってたし。繰り返しお伝えします。地下鉄ホームで起きた脱線事故の影響で周辺ダイヤに大幅な遅れが。また事故かよ。混んでんのそれのせいか。多いな最近。そういや先月に大きな交通事故があったな。お前がこっち来る前の話。亡くなった子15歳だったっけか。親御さんさぞかし。この事故に伴い渋谷駅周辺に交通規制が敷かれ、渋滞に拍車がかかることが予想されます。勘弁してくれよ。まもなく一番線に下り方面行き普通電車が参ります。黄色い線の車両異常を確認中です。入構確認まだです。これは事故直後の映像です。警察によると運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対しなぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路と ATC の劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽、国交省も故意に見逃した節がある。隠し通せんよ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、各地で市民に不安が広がっています。一体何が彼らを駆り立て豹変させるのでしょうか。 SNN ではつながりがあるとでも言いたそうだな。こうした事件を VTR にまとめました。ふん、まあいい。どうだ、久しぶりに一杯付き合わんか。すみません、仕事で先約が。失礼します。呼びました？事件ですか？まだよ、意見を聞きたいだけ。まあ、あなたの見立ては大抵当たりですよね。話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。回るやつね。やれやれ、あんなに渋滞するとはな。今日は店どうするかな。ない、とりあえず上がれ。私特問がある。ひでえ事故だな。80人も巻き込んだのかよ。日記帳だ、つけとけ。保護観察中だって。別に行動に特別な制限はない。法律守れってこと以外はな。ただし俺には報告の義務がある。日々の記録だけはつけてもらう。よ、どうし、今から出るよ。大丈夫だって、すぐ行くからさ。じゃあ後でな。じゃあ帰るわ。閉めとくから後は好きにしろ。ああ、店の中荒らすなよ。何かなくなったら突き出すからな。明日から学校だ。さっさと寝ろよ。
クラだ。ああ、店閉めたんだが、店の表札を裏返すのを忘れてな。戻るのも面倒なんで、お前やっといてくれ。ま、オープンになってても、もう客も来ないだろうけどな。しかし、助かったぜ。俺は携帯に男の番号は登録しない主義でな。ま、お前がこっちの電話にちゃんと出るようでよかったよ。それじゃ、表札の件頼んだぞ。学校行く気はあるらしいが、まあ飯くらいくれてやる。客が来る前に済ませろよ。なんだその顔は。そろそろ行った方がいいだろ。そりゃどう思う。さっさと行け。迷うと遅刻するぞ。外の札、オープンに変えといてくれ。忘れんなよ。とっとと行け。迷うと遅刻するぞ、田舎者。
まいったな。雨なんて言ってたっけ？ん？降ってんの？急にだよ。春先はこれだから。そういや、傘持ってったのか？何？誰の話？別に。ご注文は？ブレンドちょうだい。昨日の地下鉄事故の影響を受け、現在も各線で大幅なダイヤの乱れが続いている。最近、物騒な事故が続くよね。ほら、そのニュースで言ってる地下鉄の事故さ。同僚が巻き込まれて入院しちまってね。っていうか、ちょっと不気味だよね。事故や事件を起こした人、なんか突然おかしくなったらしいじゃない。取り調べ中にぶっ倒れて廃人になった人もいるとかってさ。へえ。やべ、降ってきた。早めに家出だな。おはよう。学校まで送ろうか。遅刻するぞ。ありがとうございます。おっと、君もか。ああ。くそ、変態教師が。変態教師。うんだよ、鴨志田にチクる気か。は？今の車だよ。鴨志田だったろ。好き放題しやがって。お城の王様かよ。いや、だからつうかよ、鴨志田知らねえとかマジで言ってっか。お前囚人だよな。あ、他にねえだろこの制服。2年か。ダメかよ、見ねえ顔だな。もしかして転校生か。じゃあ知らねえわけだ。大した雨じゃねえだろ。遅刻すんぞ。どまいて、帰りて。あの日、大きな地下鉄事故があったわね。巷で精神暴走事件なんて呼ばれてる騒ぎ、知ってるわね。他人事って口ぶりね。ニュースでも取り上げられたし、犠牲者には君の高校の保護者もいた。耳に入ってきたはずよ。あの日、君はまだ単なる学生だったの？質問を変えましょう。転入先は囚人学園だったわよね。都内じゃどこにでもある
平凡な進学校、そのはずだった。あの頃一体何があったの？正直に全てを話しなさい。間違えてねえよな。やっぱ合ってるよな。どうなってんだ。中入って聞くしかねえか。しいな、学校が。いや絶対ここだって。ここのはずだって。県外、どこ来ちまったんだ。看板学校のだったよな。だろ、お前も見たよな。ビビらせんなよ。誰だお前。つーか、かっこすげえな。黙ってねえでなんとか言えよ。おい、だから俺もわかんねえよ。こいつらやべえ。落ち着けって。タイム、逃げるぞ。グズグズすんな。行け。なくそ。おい、いった。俺んだろうが。何してくれんだよ。連れて行け。